はい、というわけで台風難民の皆様というか、すごいことになってますよね。年々なんか台風も直撃の回数というか規模も大きくなってる感じがするんですけれども、そんな中でね、僕ちょっと見つけました、すごいサイト。これね、皆さん、まあ普段使いもできると思うんですけどね、まあ今ね、ポンポンポンとこう出てるんですけれども、各電車の情報とかもね、リアルタイムで出てますでね、うっすらと見えてるんだけどね、これは後でご紹介しようかなと思います。で、各路線ね、このように、京成本線ですけれども、はいはい、こうやってね、ここは秋葉原なんですけれども、小野電チャンネルっていうことでね、定点カメラあります。定点カメラから、いろんなところが見えます。まあ おなじみといえば、まあ渋谷の交差点だったりするわけなんですけれども、今日はね、そうだな、まあ各路線ね、こうやってありますよということで、新宿見ていきましょうかね。はい、新宿でございます。はい、どうぞ。来ましたね。はい、アルタ前、この横のね、猫ちゃんが映っております。うん、これね、あの電車もリアルタイムなんですよ。これね、こっちのカメラ見てもらうと分かるんですけど、ほら、今ね、ちょうどカメラの中では総武線が走ってまーす。で、まあ、中央線もね、絵的にはこう通ってくるんです。あー、今ね、見えたね、見えてきましたね。中央線がこちらに向かってきてるんですね。はい、でこれは埼京線かな、向かってきてますね。素晴らしい、このリアルタイム、まあ、雨も降ってますよってことで、いろんな情報がですね、このサイトには集約されてます。すごいよねこれ。まあ、ちょいちょいとこう離れてみて、どんな情報があるのかな、どんな情報があるのかなっていうところなんですけれども、はい、ちょっと見ていきましょうかね。まあ、地下鉄もね、こうやって見えます。ちゃんと動いてます。じわじわ動いてるの分かるかな。はい、動いてますね。大江戸線、はい、大江戸線があって、こちら東横線ですね。はい、井の頭線、まあ雨降ってますね、降ってますよ、すごく降ってます。でちょっと離れると、このまあ情報がね、すぐ反映されないんですけれども、ちょっと追いついてきますね。はい、まあ、これは都心、東京と都心っていうところみたいなんだけれども、ちょっと周り見てないんではまだわからないんですけれども、これね、エアドゥ発見者、これ飛行機もあるんだね。これ見ていくと他もあるのかな、あった、全日本空輸、空輸便だ、ソラシドエア、はい、ソラシドエア、はい、まあじゃあターミナルにちょっと寄ってみますか。はい、日本航空ですね、40分発、はい、これも同じく40分発。あ、消えた。あ、ってことは飛び立ったの、飛び立ったのは見えないんだね。これ次のはスターフライヤー、んー、この空の便も見えるっていうのはすごいですね。ちゃんと時間も出てる、高度もすごいよね。これはめちゃくちゃ使える。でね、さっきね、スマホで試したんですよ。スマホのブラウザでもいけました。まあね、これパソコンはもちろんのこと、その手元でこう機能してくれると、まあ今ね、いろんなナビがあると思うんですけれども、それを超えるようなものになってくるんじゃないかなと。これはすごいなってことでね、僕は今日これを紹介しようと思って、ちょっとまだ足がポンコツなんですけれども足を引きずってですね、マイクを引っ張って今、レックしてます。スターフライヤー、うん、またなんか来ましたね。これ見てるとね、いろんな動きがあるんですよね。どこの路線がどれぐらい走ってるか、こう見える化がこう完成してるっていうんですかね。これはね、すごいね。雨降ってます、雨降ってますね。ちょっとこう離れると、ちょっとタイムラグがあるんですけれども、はい、これは房総半島の方ですね。房総半島です。ちょっとこの辺は、お、なんか発見したぞ、飛行機いっぱいいるじゃないか。ちょっと見てみようか、ちょっと寄ってってみよう、
寄っててみよう、寄っててみよう、これ。はい、はい。寄りましょうね。はい。うん。全日空。全日本空輸。はい。これさ、見てったら、到着時間結構被ってるのね。ってことは、まあ、電車もそうなんだけど、これを見ると、すごくこう、切迫というか、空の便も混んでるってことは分かりますよね。予定到着時刻、オレンジになってるな。これはちょっとずれてるのかな。きっと遅れなんでしょうね。雨とか、まあ、台風の影響もあるので、そういうことがあるんじゃないかなと思います。はい。ちょっと寄ってみた房総半島。まあ、千葉駅あたりはまあ、よくわかりますね。はい。モノレールがあり、はい。総武線があって、モノレールこっちもそうか。で、こっちは京葉線だね。はい。で、まあ、ここモノレールで、まあ、ここ続いてますよ。こっちは京成線かな。京成本線ですね。ということは、この先は、成田がある、成田空港があるっていうところなんですけども、はい。いましたね。45分。みんな一緒だな、やっぱ。はい、ジェットスター。待って。雨降ってますね、マカオ。これも見えるってすごいな。これが、まあ、東京っていうことなんですけれども、まあ、東京プラス近郊って感じなんですね、これね。筑波の方まで見えるので、この本数まで見えるってすごいよね。何がどれぐらい走ってるかっていう詳細の、まあ、簡略化されたね、こういう情報なんですけれども、すごいですね。いやー、これは神奈川も降ってますね、この時刻ね。だーっと行きまして、京浜東北いっぱい走ってるね。当たり前か。横浜ですか、はい、横浜の方行ってみますか。はい。うん。館内。ハマスタはどうでしょうか。お、降ってない？降ってないか？ん？これは？ここが横浜スタジアムなんですけど、あ、やっぱ降ってんだね。降ってんだね。降ってました。はい。ちょっとね、やっぱタイムラグがあるっていうところなんですけれども、はい。離れてみて。これね、そう、西の方行くとどうなってんのかなと思って気になってるわけですよ。よし、頑張れ！頑張れ、ブラウザー。どこまでわかるのかなっていうとこなんですけど、どうかな？どうかな？うん。うん。オレンジのやつは、まあ、この辺までなのかな？そういうことなのかな。これ関西はどうなってるんだろう。ちょっと追ってみていきましょうかね。あ、雨降ってるな。どうなってるんだろう。これ関西とかもあったらめちゃくちゃ使えるよね。でもまあ、この中でまだだとしてもですね、東京と近郊がもう完成してる感じなので、これがもう追いついてくるんじゃないのかな。もう地図だけはあるんですよ。どうかな？ちょっとタイムラグがあるんで、もしかしたら構築されているか、されてないか。ちょっとまだここまでではなさそうだね。うん、ちょっと戻ってみようか。はい。これはでもすごいぞ。これは流行るんじゃないか？もう一気に回線が混んで使えない感じになったりちょっと嫌なんだけども。これはすごいなと思ってですね、早速動画を作ってみた次第でありますが、あ、まだ降ってるね、降ってますね。はい、14時48分、49分になりましたね。はい、まだ降ってますね。まあまあ、ということで、東京プラスこの近郊がですね、こうやって見えるわけです。はい、素晴らしいですね、これね。いやいやいや、すごいよこれ。まあ、さすがに、ディズニーランドの中は見えなそうです。見えたらね、すごいんだけどね。
というわけで今日はこんなソフトがあるよっていうことの、紹介でした。これね概要欄に載せておきますんで、早速ですね見てみてください。高評価チャンネル登録お願いします。ではでは。